皆さん、こんにちは。はじめまして。この度、火曜日の第3週、16時から。えっと、この番組、あなたもプロファイリングの担当することになりました、西岡成彦と申します。よろしくお願いいたします。第1回目なので、まずは自己紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。えっとですね、私は去年の3月まで、 当職についてましたけどちょっと退職しましてで4月からどうしようかなどないしようって悩んでたんですけどですんごい落ちるとこまで落ちた時にあの姉がいまして姉があの実はプロファイリングを見せてくれたんですよ<ー>、はい、それでそのプロファイリングを見てあのプロファイリングに申し込んだんではなくてあのインターネットにそのまま入ってしまいそしてあの魔法学校っていうのが。 ありまして、そこにもう申し込んでしまいまして実ははいで何も知らずにプロファイリングのことをだったんですけどえっとそれからえっとプロファイリングを解いてもらいましてそしてもう2日後にはあの o o m に参加したりそしてですねえっとコロナ明けのあの 読み解きがありましてそれにも読んでいただいてその時にあの写真である海斐入先生にお会いしましてであのブレスなんですけどこれ、うん、はい <laughs> 作っていただいてでブレスが来てで3日後くらいにえっと魔法学校の講座がありましてでその3日後にはもう新式の 事務所で働いているというすごい流れが、えっと、すごいはい二週間でおきまして、うん、そして約一年後の今こうやってラジオに凄まじくないですか、ね、素晴らしいですねありがとうございますすごいこの一年での人生の変化すごいですねそうなんですよであの本当にプロファイリングと出会いまして、うん、すごい人生変わったっていうもう 身をもって体験することができましたのでまだまだ自分読み解きという段階では勉強中なんですけどえっと、まあこのラジオを通してプロファイリングの素晴らしさとか楽しさとか伝わったらいいなっていうふうに思っていますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします西岡さんのはいじゃあ私の話はこれくらいでえ、もうこれくらいで終わりますかもう十分です大丈夫です <laughs> なので今日のゲストの,あの紹介日 の方よろしくお願いいたします。 もう早速隣に座っていただいてるんですけどあの自己紹介の方よろしくお願いいたしますはい皆様こんにちは原弥生と申しますえ、私はですね実はこちらの番組の第4火曜日の4時からを担当させていただいておりますはい原弥生ですはい、ありがとうございますえ、私の自己紹介と言いましてもねはい うん何からお話ししようかなっていうふうに思っているところですが、まあ、あの一番長い職業としてはフリーアナウンサーのお仕事で10年間ぐらい、えー、ラジオ放送局でで番組をさせてていいただいてただんですねでその後東京に参りましてでそのまま司会をやったりとかフリーアナウンサーでの活動をずっとこう続けてきてましたで、えー、4年ほど前からもう声の講座とそれから話し方講座っていうのをやらせていただくようになったんですね。 でその中でだんだん肩書きもどん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 変わっていきまして今は声とととセールスの専門家ということで講座をご提供してますあとそれから今ね西岡さんとのね出会いのきっかけになりましたこの新式さんとの出会いが私もほぼほぼ同じくらいですよね出会いがあったのね。はい、でそしてそこでまたいろいろとこう担当させていただくことが増えてまいりまして去年のね秋からはハードボイス学校を 波動ボイス学校の校長をさせていただいて講師もさせていただいてそしてまた今年に入ってからはこのライフプロファイリング協会の参辞をさせていただきながらプロファイラーとしての活動もさせていただいているという本当に人生どんな方と出会っていくことによって自分の人生がこんな風に変わっていくんだいろいろね痛感しております。そののあたりはは西西岡岡さんんとととすすごいいいいい共通項がある思思うので今日はね色んな話してきま おめでとうございますー実はあの魔法学校でご一緒させていただいてるんですけど、はい、あの自分がすごく悩んでて本当にどうしようって思って、うん、でちょうどその食事会でしたよねっ、ねね、でたまたま本当に隣に座っていて、はい、で自分が悩んでる時に後押ししてくれたのが実はこの弥生先生で。はい、ありがとうございます なぜだかあのえー、の座る位置ちょっと逆ですよね。逆でしたけど、うん、でもその時は会話にはあんまり入ってなくて違う会話をねしていたんですよ。で自分がこう正面であの会場で役者の田中社長とお話し,してた時に、はいはい、ふっと横を向いたら、はい、あのいてくれて、はい、でなぜか大丈夫って言ってくれるんですよ。そう覚えてますよ。覚えてます。自分も覚えてます。はい。はい、あれなんですかあの根拠って。うーんもうね。 根拠のない確信 <laughs> もう不安でしかないわけですよこっちは。ですよね、うん、あの日一日で人生ずっとこう変わっていく感じがあったんですよね<う>西岡さんは。はいですすすよよよ、うん、そうなんんででででも聞こえてたんですよ私の右耳にで<ー>左側にすこうね私の右側に西岡さんいらっしゃるでしょ。うんうん、で左側にもいてくださる方と斜め前の方とかね、うん、前の方とお話もしながらもうね ありままししたた聞こえてましたよ私でそれで何か悩んでらっしゃるなっていうのもすごくあったんですけど、うん、もう私の直感直感というか根拠のない自信ってよく言いますけど私の中にもあったんです根拠のない自信だけど、うん、でも私結構直感系なんですね。ね絶対大丈夫行っていうのがもうなんか声が聞こえてきた気がしたのでもうこれね。 私の右側にいましたけど大丈夫お返事した方がいいでそこでしばらくちょっと会話させてもらってはい行け行けみたいなそうでしたね私が押してましたで押してくれたと同時にはいお願いしますもうそこからスタートはいもうその時もどうしようどうしようどうしようってねずっと言ってましたねうん言ってましたけど大丈夫お返事したらいいわって言ってはいそうですねで結構半年とかはい。 その都度でもちょっと自分がこうちょっと下がる時がありまして、はい、もうその時でもなぜか会う機会がありましてそ<う>であのもう実はちょっと考えていいんだよねってそこでもまた大丈夫って言ってくださってそうなんですよ絶対大丈夫信じたらいいし自分も信じたらいいし、うん、全てを信じる力って大きいですしね。で何か本当に迷う時西岡さんが迷ってる時っていう時に本当に何かで一緒になるんですよね。うん で今回も自分がラジオ決まる前にもうゲストが決まっていたらしくて、はい、<laughs> そうなんですかそれでもう八重さんだって<ー>、はい、ご縁だね<ー>じゃないですけどまさかありがとうございます私も光栄です、うん、西岡さんの第1回目のこの放送で私ゲストに、ね、呼んでいただけるってもう光栄至極でございます。もう隣ににいるだけで本当に 安心どころじゃないですけもう本当ありがたくはいよかったよかったいろんなところで私もね西岡さんの人生にこうして関わらせていただけるって、うん、なかなかないことなのである一人のね方にずっとこう人生に関わっていくというのは、うんはい、これからも関わりますよ私 <laughs> よろしくお願いします。これからね、はいはい、毎週第3 の火曜日担当していきますのでね。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。いますはい、応援してあげてください。そして、ついでに第4週の私も応援していただけたら嬉しいな。はい <laughs> と自己アピールしております。はい、<laughs> ありがとうございます。 はい、では、今日はですね、西岡さん、どんなお話し,していきましょうか。例えばなんですけど、はい、まず自分がプロファイリングに出会ったのは、はい、あの、姉が持っていた、たまたま。あね、おっしゃってましたね。だ、うん、ったんですけど、大先生はどうやって、このプロファイリングと出会ったんですか。私は、新式出版株式会社の代表取締役の田中社長いらっしゃいますよね。うん、はい、で、田中社長の、私講座を受けてたんです、マーケティングの。で、それが、一昨年。 ですねからずっと受けていてでそして田中社長からライフプロファイリングってあるんだっていうことで教えていただいたちょっとここに今本がね、うん、ありますけれどまずこの本を拝見して「何これ?で」でそして「シートプレゼントできるよ」ってまずはあの一番簡易的なのなんですけどね「あじゃあぜひお願いします」って言って読み解きをしていただいたというそこからですねもう一昨年ですよ一昨年。<ー>うん。 やっぱりり変変わわままししたた人生変わりましたでもね最初はあまり実を言うと <laughs> せっかく読み解きしていただいたのに取り入れてなかったんですよ、うん、でだんだん皆さんがどんどん周りの方が変わってらっしゃるのを目の当たりにして「え何何?何」って思ってでそしてまず一番最初にこれだこれを取り入れようと思ったのがパワーカラーなんです。 皆さんパワーカラーとかラッキーカラーとか自分のパワーナンバーラッキーナンバーご存知ですかはい、私はまずパワーカラーそしてパワーナンバーそしてラッキーナンバーこの3つをだんだん意識するようになったんですね、うん、で、そこからまず取り入れていってだいたい3週間から4週間ぐらいすると自分の変化を感じるよって教えてもらったんですで、じゃあもう徹底して取り入れてみようと思ったのが去年の 7月あたりからかなうん、うん、そこから自分の人生変わってきましたあ周りの方もこうね本当<ー>変わってらっしゃるの見たのにあ私一昨年から知ってたのになんでもう少し早くしなかったのかな <laughs> 例えば具体的にどんなものを始めたんですか <laughs> 例えばねね、うん、まずパワーから私黒なんです、ね でラッキーカラーも黒なんですけれどもこのパワーカラーっていうのは自分を守ってくれる色なのでこれ取り入れていくと「自分のご縁が変わってくるよっていう、うんでまあ、良い悪い」って言っちゃうとちょっとね難しいかもしれませんけれどもあの悪縁がこう切れて「悪縁だな」って「悪」って言っちゃうとねちょっとまあマイナスなご縁自分にとってのマイナスなご縁は消えていくよそして「良い縁が 増えていくよっていうことをお話で聞いてたんですね。なのでまずはパワーカラーというものをどんどん取り入れていったんです。うん、そしするやはり8月、1ヶ月ぐらいしてからなんですね。そこから自分のご縁、これがね動きが変わっていったんですであの。ご縁、悪縁が切れるっていうわけではなんですけれども、縁の形が変わってきたんです。で今までなんとなくこうやりにくいなとかちょっと自分で、 うんよくわからないなっていうご縁の方もいらしたんですねでもその方とがなんかまるで人が変わったような感じで私とこう接してくださるようになっていきながら私もお伝えしたいこと話したいことがこう話せるようになったんですね。で、うん、そうしたらすごく私のことを理解してくださるということが起きてきて、うん、いい感じに変わっていったんです。なので、うん、あの切れるというよりはその方の違う面でのご縁が生まれた で、今はもういい感じで、そのお付き合いができているっていう,ふうに。すっごくやりやすくなったんです。<ー>それと同時に。この新式アカデミーさんの方ではい。波動ボイス学校を立ち上げるんだけど、校長そして講師をお願いできますか？って言っていただいたのも、その後直後なんですね。はい、もうね。そういう感じでどんどん変わってきましたよ。はい。 自分もパワーカラー、オレンジなんですよね。オレンジですよね。だけからもオレンジなんですけど。そうなんだ。ですか。一応、はい。ちょっとでもつけるようにって感じで。はい。ネクタイのところにもこう、入ってますよね。ちょっと色。ね、うん、そうそう、上手な使い方ですね。ありがとうございます。やっぱり、そんで、あの。色って。自分、ちょっと、実は、あの、体質的に色があまり、ちょっと判別できない。ですよ。 おうんまだ好きなんですけど、えーえー、でも、うん、あの相談役とか慰霊先生とかが言う、はい、お話を聞くと、はい、なんかあの色って波動波動そうなんですよ、うん、波動その方の持ってる魂の周波数ってありますよね、うん、それを色に表すとこの色になるっていう。ああとは自分じゃないってあの 他人様が見て感じることだからってことをすごく言ってくださったので最初オレンジって聞いてもやっぱりイメージわかなかった部分も最初は正直あってあとちょっとひねくれてるっていうかヘルプでどうせ色わかんないしみたいなでも人から意識しても変わるんだったらと思って自分がどう思うんじゃなくてもうとにかく取り入れようと思って素晴らしい素晴らしいもうオレンジだらけオレンジだらけいいですね ちょっと洗濯大変なんですけど色が。ああああああ。なるほど。でもそうもう身内とかだとプレゼントが例えばお財布とか中の服とかもうオレンジなんですよ。うんあもう周りに言ってあるんですね。あの家族には全員知ってるので僕のパーカーは。僕オレンジだからって言ったもう一回くらい言ったらもう周りからも。 オレンジだらけすごい協力してもらえますねこうやって助けられるんだよね周りからね多分やっぱパワーナンバーとかも意識するようになったのは自分ちょっと実は茨城に今住んでるんですけどちょっと東京まで常磐線でちょっと通ってるんですねでまず車で駅まで行くんですけどなぜか8番の駐車場が結構空いてるおお 素晴らしい。あ、素晴らしい素晴らしい。で電車もはい八番八両八号車乗るようにしたりとかはい。そうですねコツコツとそう守ってくれますからねパワーナンバーはね。そうですねパワーマラムって言われてますよね。はい。なので五番なんですよラッキーはラッキーは五番もう攻めねラッキーカラーとラッキーナンバーは攻めに。 ここぞという時に使うここぞって言われている何でしたっけ割合九割一割でしたっけああ、そうですねそれくらいって言われているのでまだあんまり五は使わないようにしてるんですよあーそうなんですねでも併用してもいいんですよあ言ってましたねはい併用していいんですよそう5 ×とか八五とかですよねそう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 なんで結構見ると5ってなるんですけど実は今日あのこう歩いてきたんですよはいあの浅草場所からはいそしたらあの 外見るとあのアズリの感なんていうんですかあるんですけどさらに誤って言ってて、誤解なんですよすごい。そしてねここの電話番号もねなんと5と8が入ってるの知ってますか？えでさらにとあの FM のヘルツが888？あそうそう88.8メガヘルツねすごいすごいですよ私も8なのではい。 はい、っていう感じでなんかちょっとパワーもらえてるなっていう感じがすごいして、うんうん、ちょっと勝手にご縁ですねインドスこじつけなんだけど、はい、このこじつけ力も大切でこじつけしながら見ていくこれいいですようん、うん、でもパワーナンバーとか、はい、そういうのも取り入れながら、うん、あの実は朝毎朝来る前にあの保温学アプリ使ってますか、はい、使ってますすごいですよねすごいですよ保温学アプリ はい、もう毎日の自分のこの運気取りができるんですよねすごく丁寧に出てます、うんはい、で、うん、もう自分電車乗る前にまあ7 5 0ル以上離れるといいって言われてるのでそうですねそこからがから運気取りができる、うん、はいなので毎朝見て、うん、まず一回そこのコンビニといいますか近くのお店に行って、はい、あったかいものを入れて、はい、まあギリギリ30分くらいちょっと気持ち伸ばして。うん 落ち着かかせててら行くっていう感じですかねもう東西南北いろいろありますから毎日違いますもんね毎日違うんですよ<ー>これがでもちゃんとそれやっていくと、うん、運気のポイントが貯められるポイントが貯まっていくねポイントカードに貯まっていくようにう、ね、運気もポイント制なんです、うん、で東京方面に行く時にあんまり実は基地方位じゃないんんでですすよ自分あそうなななかかかあいいくらいなんですよ そうなんですか。はい、じゃあ逆方向に行ってからで,で出勤するっていう感じですか。ことも結構あるんですけど、でもホイ取りしてから悪いことそんなないかなって、ね。そうなんですよ。感じるんですよね。中にはね、ホイ取れない日があるんですね。うん、なんかホイ取れない日って何でしたっけ。うん、なんか一一時間半とかゆっくり自宅で過ごすと言って、ね、暖かいものいただいてね。なんかあの日でちゃんと お湯を沸かして、はい、ゆっくり飲むといいらしいですよね。はい、そうですね。なんかそういうことも本当に新式に来てから、はい、勉強になりますね。ねはい、もう会話がなんかもう漢字一文字で常に成立してしまうというか、うん、本当そうなんですよ。うん、やはりね運気を取っていくことの大切さ本当に私たちねすごく実感するようになりましたね。うん、そうですね。うん。 しかもの距離が長ければ長いほどいいっていうので、はい、ポイントがたまる量が多くなりますはい、はい、でも実はもう一つありまして、はい、最大基地方位ってご存知ですか最大基地方位何かあのちゃんとその法医学法音楽か、はい、音楽アプリをちゃんと開くと、はい、その自分の最大基地方位っていうのが分かるらしいんですよ日最大基地方位と基地方位っていうのがちゃんと出てるんですよ うん、なんでできれば最大基地を取るとポイント倍ポイント倍かける倍倍以上って言ってましたよね。そうだったんですね。ちょっとそこ意識してみましょう。はい、そう日によってあるんですか。毎日出るんですか最大基地ホイっていうのは。あ最大基地ホイは、うん、あの一番最初にこう登録した時に、はい、あの最大基地っていうのだけが出るんですよ。あ はははいいい毎日じゃなくて数字で漢字で出てるのでで本学アプリのそ普通の地図マップを見た時に2つあるんだったら最大規制選んだ方がどっちを選ぶか選べるんだったら最大規制選んだ方がいいですよねそう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 っていう感じでちょっとそういうのも楽しみながら楽しいですよいっぱいポイントたまってくの楽しみですもんねそれをなんか まあ、何ポイントたまればっていうのは分かんないんですけどでもそれを楽しみにしてでも何かきっといいことあるんだろうなとか、うん、なんかこうかそう数字では見えないんですけどね、うん、今何ポイントたまったかっていうのはねでももう毎日やっているとどんどんたまっているなって、うん、そして何かがあの起きた時何かあった時にあそれが大難が小難 でね、まあ大難が中難中難が小難、小難が無難無難が何とかって言われますけど、うん、もうそういうのを感じますよね。ね。そそううです、ねうん、あそうするとポイントたまってたからだなって。うん。だらプロファイリングと出会っただけじゃなくて、うん、本当にその法音楽とか、うん、あとやっぱりこれブレず の力ってすごいなっていつも感じてて、はい、もう自分は特に本当に2週間で人生がらりと変わったのであそうですよ、ね、石もいろいろどんどん変わっちゃいましたかそうですね石のなんか自分なりにまだ分かってない部分もあるかもしれないんですけど、うん、あなんか輝きがあるとかか、はい、今日は元気なとか石って会話してくれますね。 私はあのボイスの方でやってますので、うん、人の声を聞いてそうすると声が伝えてきてくれるんですね。あ今こうだな受講生さんのですね、うん、であー今こうだなって声が伝えてきてくれるんですがやはりあのこの専門家のねゆりえ先生新式の社主、はい、のゆりえ先生はもう石が会話をしてくれる石が伝えてくれるのよってその方のことを。うんうん、それなのので、ね、分かるのよって 言ってくださるけど確かに石そうですね自分ってちょっとこの世界に入る前って占いとかちょっと好きだったんですよそうなのねちょっと自分も興味あって調べたりとかでも占いと全然違うんですよね占いはねどうしても当たる当たらないが出てきちゃうけど違いますよねしかも占いは占いやっぱり違う違いなんですよね全然違いますし占い占いでいいですけど根拠 いいんですか。なんかなんでこうなるんだろうっていうのがずっと欲しくて。はい。でも本当にこれに出会ったときに、あの AI ですよね。はい。ただこう入力っていうか、まあ四つの項目。はい。そうなんです。さあその四つの項目っていうと生年月日と、はい。それから血液型。血液型と出生順。出生順と。あとは生まれたところの。 住所,住所なんで病院の名前ではなくって、うん、病院が、ね、移転してたりすることはあるんですがその移転する前のとにかく自分がどの場所で魂としてねあの肉体と一緒になってそこにこの世に来たかっていうねその場所なんですけどだからもうそういういろんなものがひっくるめて、はい、そういう感情なしに出してくれる、はい、そして当たる。当当当たた、ねね、たるる怖いいらない の世界じゃなくてもうそのままが出ているので当たるて何て言うんですかねデータっていうんですか人生の魂のデータ、うん、あのその方の魂の中にプログラミングされているものってあるんですよね、うん、それがそのまま数値化したり言葉で出てたり見える化されているっていう感じなんですよねだからもう自分そのものそのものが出ているのでだから当たる当たらないじゃないですね,ですねもうそのまま見ているというこれが私みたいな そして、うん、今後もわかる、うん。そうそうそう。だ毎日見てると、はいうん、毎日発見がある。ありますね。ね<ー>本当にこんなに人生、こう、そう、なんていうんですかね、<う>あの、無駄がなくなってきたって気がしません。特に、自分なんかも悩んで、悩んで、悩んで、うん、出会ったものなんですけど、うんねうん、もう、なんか。 そういう方にでも悩んでなくてももう出してほしいですよね。本当です本当です。自分の人生わかるんですもんね。そうなんですよ。だからその自分の魂にプログラミングされたように近づけていく。うん、それを今度生きれるようになったら、それは最短最速にそのまあね良くなっていくし、うん、で悩むことも減りますよね。よね悩む時間なくなります。うん、ただ自分って。 こう読み解いいいてもらっっった時に、はい、ちょととと違ううんじゃゃないかなか思うところがくよくおっしゃいます私も読み解きさせていただくと先日もね、うん、これ出しましたって全部僕じゃありませんっておっしゃってくださった方々例えばなんですけど、うん、自分ってどっかで安定定住みたいなのもちょっと求めて、はいはい、で、うん、あの仕事上、まあ、公務員だったのでマザーにって思ったんですけど、はい、何かがこう。 狂い始めたわけじゃないんですけど、なんか違うなっていう居心地の悪さっていうんですかね。うん、ああ感じるようになった。もうずっと感じてたんですよ。むしろずっと感じてたのね。はい。で年を重ねることにそれがもう強くなってきちゃったんですよ。へえ。そうでし、はい、たか、えー。例えばどんなところで居心地の悪さ？例えばなんですけど。うん ああのまあ、仕事を重ねれば重ねるほどキャリアは積めるんで、はいうん、だんだん本当だったらあの大きい気持ちでいれる、はい、なのにななんか逆なんですよ<逆>なんでここにいるんだろうってあ<ー>いいのかなこれでってどんどん疑問が出てくるん疑問がっていうか,なんか自分がいる世界じゃないかもみたいな感じで、うんうん、ここじゃないって。 本当にいろんなものが悩みだしてでちょっと実はちょっと何て言うんですかねそういう見れる方って言ってたまたま会った時に「離れれば発見できる」って言われたんですよ全てをその代わり全部捨てなくちゃダメだって言われたんですよ。わ決断です大きな決断の時でどうせやめるならって早い方がいいかなじゃないんですけどそれが1年前ぐらいだったそう年前 でもどっかでそのやっぱりなんて言うんですかね安定感に変えられるものはないっていうかそうなのよねお勤めしてれば毎月ね安定したお給料いただけるし生活今の水準の生活は守られていくですがやめてみてやめて思い切ってやめたやめたすごいでも悩んだただ出会えたプロファイリングそしたらプロファイリング同時りなんですよ生き方が怖っと思いまして。 しかもその生き方がその通りだその通りになってたんですよ素晴らしい、うん、だからその悩みはやっぱり違ってたんだってなんとなくこうもう魂が教えてくれてたのかな「うかね、違うよもうこの場所じゃないよ」って。うん うんね、生きる場所はあなたの魂にプログラミングされてるのは違うよってだから違和感どんどん感じるようになるでその違和感にちゃんと自分の気持ちを向けていけたから今かですかねねはい、ね。よく思い切りましたね<あ>先生。そうですねです先生だって久しぶりに言われましたね。しかもですね皆さん英語の先生ですよ。英英語語素晴らしい英語の才能を持ってるんです はい、もう謙遜いらないからそのまま先生でしたねた一年前にはいはい。ただでも過去を否定しするつもりはなくて、それはそれであのありがたいと思ってますし、そうですね。今があるの気持ちが感謝、そう感謝。はい。それですよそれ。感謝感謝ですね。はい。あといつも矢井先生が言ってくださる自分。 感謝感謝ですはい言葉ね言葉ですすごい大事だな言葉の力っていうところでねはいじゃあですねあの後半ねまたもう少しはい、話をしていきましょうかじゃあもうちょっと掘り下げてはいじゃあコマーシャルの方はいよろしくお願いします そうですね、じゃあ,あの日頃結構読み解きされているので読み解いていて気づきといいますか何かこう感じるものってありますかやっぱり、うん。もうその方によって全部違うやはりこのねライフプロファイリングっていうのは310億通り、うん、で地球の人口がもう80億人っていうぐらいですかね。このの地球上の人口が あと4倍近くなっても2人と同じものは出ないっていう,もう本,当に本当にその方のだけが出てくるものすごい貴重なものだなって私もこう震えながらいつも、ね、読み解きさせていただく時に思うんですね。うん、そしてその方がどうなんだろうっていうことで,でさせていただくからもうどなたもやはり素晴らしい。 みんな違ってみんないい倍金込み鈴って言ってるんですが本当に全部もうどなたも本当に今ここの時代にここにいるべくしていらっしゃるし一人ずずつがが大切だなーってまず私が思うんですねでそして今度はお話をさせていただくと最初に出会った時と、まあ、約60分1時間ぐらい読み解きさせていただくんですがもう変わってらっしゃるんですお顔もおっしゃることも。 本当にどんどん変わってらっしゃるんですね。これすごいな。1時間じゃもうとてもとてもお伝えできるぐらいのものではないぐらいに深いものですよね。1日でもこうお話できるぐらいのものなんです。で、そうすると、ますますこのライフプロファイリングのすごさっていうのがもう単なるデータで出ているだけのものではないっていうのをぐい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 感じるんです私、うん。すごい。自分も 少しずつ読み解きさせていただく機会が増えていて100人っていいますよねよくまず目標的にうん、うん、100人ぐらいの方をね、うん、するともうすごくよくもっともっと自分もよく分かるようになってくるってね、うん、ただ、はい、でもそこまでいってなくても、うん、この本ですよね、はい、もう、はい、分かるライフプロファイリングですよ、はい、自分はもうこの本をちょっと頼りに はい、私も結構使ってますよ、はい、これねアマゾンで皆さんねご購入いただけるんですけどね、はい、あ言っちゃったんだけどいいか大丈ですそれ以外のところでも、はい、買っていただけるんですけどあとこちらの方もね、はい、ありますがここにもうすんごい詳しく書いてあるんですそうですねこの教えを、うんはい、守るっていうわけじゃないんですけどあのこの教え通りにいけば、うん、あのプロ並みな読み解きができるので。はい はい、はい、そうなんですよもうあの自分が最初出していただいてっていうことで、うん、ある会社の方とかいろんな方がねクライアントさんのこうお出しするとか従業員のことを出していくそれで私いっぱい聞きましたよそういう事例として、うん、あの適材適所にこの、ね、社員さんを持ってってあげることができて急に能力開花し始めて生き生きし始めたとかね それから会社の業績が上がってきたとかクレームが減ったとかそれからあとはあの離職率がすごく高い会社そこが離職率が激減したそうなんですね。やっぱり会社って離職されるってまた採用しないといけないんですがその労力も大変なんですけれどもなんと採用するにあたっては経費も大変なんですよね。そうするとどんどんん離れてて新しい方って こうそういうところも大変なので会社の経費すら変わってきたっていう風にね言ってくださったりもします。はい。うん。自分は結構身内からスタートしてるんですけど、はいうん、実はあの弟に子供が2人いまして、はい、と男の子なんですけどまだ2歳悲しかったの子が、うん、で血液型わかんないんですよ。 まだ二歳だとまだわからないかなわからないところもあるみたいでうん、うん、でもプロファイリング気になりますよね、はい、でああのー、まあ、親がわかれば血液型の確率わかりますよねだいたいわかりますよねそれで実は血液型わかんないんだけどまあ何と何かなって感じで言われたので両方出してみたんですよ、はい、そしたら 読んでみて、あ、こっちだなって、親がわかるみたいで。えー、えって。ええ。そしたら、そこに出てる血液型の方が。確率高いっていうか。きっとその血液型にる、ね。だって、なんだろうなって。うん、楽しみですね。そう,そういうのもわかるっていう。うん、えー。生まれながらにして。ね<ー>。子供の育て方にもね。はい、接し方にもね。はい。違うんですよ。だって、双子ちゃんでもね、違うんですよ。 出生順でね,でね出生順で変わるので、うん、その双子ちゃんでも同じように接するんではなくってその方にその子に向けたやり方していくと子育てもねすごく楽、うん、そして子どももしいですよね自分のこと分かってもらってるから。うん、ただ自分的にまだちょっとあの、うん、読み解きがなんていうんですかねベテランっていうかそこまで聞き入れてない部分もあって、うん、なんとなくこう解いていくうちに何か特徴っていうか。はい 例えばあオサっていうのがあって長って書くんですけどまあうちの弟あオサだったりちょっと会社の方でもあのあれシャシュ相談役そうでしたっけそうですですよねはいあとあのゆリ先生もオサだったそうですよねはいあと結構もう知ってるオサの方ってなんか常に働いてるそうなんですよ朝から晩までもうお仕事大好き大好きですよね仕事人間 多いですよねねの方弟って家事するようなタイプじゃないんですよなんとなくんか仕事人間なのででもんか仕事のようにこなすんですよ。家事も分担ってていいいいいううんんんですかここれれならやばだよねの 知ってるがためにこういう風にすればうまくいくよねみたいな、はい、そういうのとか逆にあとは逆にって言いかないかななんかあのこの人はこうだから許せるよねとかあこういう気持ちで言ったのかなとか、うん、前もってね、うん、許しがあるかなとか、うんうんはい、そうなんですよこのプロファイリングあるから見てると、うん、あ今こういうこと言うのはこうだもんなってもわかるんですよね、うん、あっ何々だから長だからこれそうだよねとかねね うん、神だだかからこうだよねとかねと、うん、ただなぜか自分の色とかのこと言われるとどうだろうっていう部分もちょっとあり。 あそう好き嫌いじゃないんですよね、うん、もうその方の魂の周波数を色に例えてるだけなので,、うん、なので好き嫌いい一切ない、うん、ただ周りが絶対そうっていうのでじゃあそうだなそうなんだろうなう、はい、周りの方がよく分かってるので、ねまあ、そ,そ,そうそうそう,そう,そうオレンジの特徴はいオレンジの特徴オレンジの特徴って本当にねあの穏やかな雰囲気を 持ってる方なんですよ、ね、そしてね人のサポートするのがとっても、はい、ありがとうございます得意で上手なんですよ。はいはい、でもね自分の中にある意味の厳しさも持ってるところもちゃんとあるので、はい、そういったところもね生かしていくといいですよね。本当に穏やかですよで,す、ね、であの、うん、ここ細かーい心配りとか、うん、心遣いができる方。ね、その人にね 安心感与えてくれる方なんですよ。えーうん、と大大っていうねバー、うん、こうはいバーからで持ってるありがたいかな。うん、なで,でもたまたまかもしれないんですけど、うん、あの親式であの正式参拝って言って月1回こう、うん、はい神社ね神社で、はい、あのあ一昨日か17日はにこうちょっと行ってきたんですけど。はい、ですよね行きたかった、はい、私も行けなかったんですけどね。 で、空付きで明治神宮の方に行くこともあるんですけどたまたま明治神宮に行った時に、はい、まあ自分と他の方がこう3人並んでたら、まあ、3人ともオレンジなんですよ。えー だったんですね。たまたまなんですけど、たまあ、まうんうん、雰囲気似てるねみたいな。ああ、言われました。言われました。そうなんですよ。うん、もうね、二所さんもこう見た感じ穏やかそう、優しい先生だったんだろうなって。まあでも先生としてちょっとピリッとね厳しさもありながらも人にね安心感とか安らぎ与えてくれるねそういう方ですからね。いろいろありましたね。いろいろありましたね。うんうんうん。まあでもそうですね。先生やってた時は先生としての自分っていうか。はい。 その仮面かぶんないとね入れ替えるプライベートの自分とかね自分で言うのも変なんですけどねなんかたまたまなんですけど自分の場合はこうしなくちゃいけないっていうミッションみたいなのを2年目で与えられたっていうええ先生としてのミッション厳しくあれ厳しくあれ厳しくっていうのは自分に自分にねでももともと持ってるじゃないですかそれを例えば なんていうんですかね、あの先生としてのちゃんとポジションを持てって、はい、自分どっちかというと例えばなんですけど、あの順位つけたくないんですよ。オレンジ、あ<ー>穏やか、評価したくない平和主義。ええー、じゃあ生徒さんたちにでもつけなきゃいけないじゃん、つけなくちゃいけなかったりとか、一、うん、位を目指してほしいですよねやっぱり。そうですよね、うんうん。やっぱもうそうする。 練習しました訓練あそこ訓練必要だったんですね、うん、自分にとってはねそう党の方は、うん、はいでも、うん、やっぱりその無理がたかったわけじゃないんですけど、はい、やっぱちょっと自分とのギャップっていうんですかね、うん、まあそういうのはあったんですけど、うん、でもそうですねそれも学びだったのかな、うん、やっぱ党の方ってね、うん、結構真面目な方多いんですねそして、はあ 割とこう完璧主義まで言っちゃうとちょっと違うかもしれないんですが、うん、結構ちゃんとやる完璧を目指して何でも言われたことも全部できるだけ完璧をやろうっていう気持ちよくないですか？うん、そうですね。ねだからその成績においてもつけたくないけどやる気ゃないしでやり抜く。そう今の言葉で思い出したんですけど、はい、なんかあの相談役会議寄ってる相談役と初めてや。 で二回目かな事務所でお話しさせていただいたことがあったんですけどその時にそれを言われたんですよあのあなたの特技真面目だからって特技真面目って何だって特技ですしかもあの例を言ってくださったのは例えば歌手は歌が上手い野球選手は野球が上手いあなたは真面目が上手い はい。お<え>分かりやすいではありませんか。でも,で,もでも何だろうみたいな。うん,うん。でももう一個言われたのが、はい、真面目を意識して生きていきなさいって言われたんですよ。ああ<ー>。長所を伸ばすために。そうですね。結局野球の選手はもっと野球をどうやったら上手になるかを練習するし、うん、ね欠かさずにね、うん、やっていくか。でもこの真面目さを。 褒めてくださる会社ってあるかなと思ってなるほど、うん、そこでちょっとこう自分の中で一年後のビジョンよりもなんか心揺らいだっていうか感謝というか真面目さを意識して生きていきなさいだってそうなんですもんと思ってる方はもうそこが本当にでもそうやって、うん、なんていうんですかね 自分の道しるべっていうか、うん、そういうのをつけてくださった、はい、あの介護夫婦に常に、はい、いつもどんどん近いところにさせていただけるようになってもう学ぶことだらけねまだね若干あのご主人のその相談役の方は50歳ぐらいですかね。うん、そして いや年齢あの言っちゃってるけどまあご本人たちがいつもおっしゃるからで奥様の方のゆりえ先生はまあ40代後半なんですけれども、うん、何百年生きたら何千年生きてきた方なんだろうって思い、うん、<laughs> ませんかでも本当にたまたまなんですけど <laughs>、うん、そのゆりえ先生とのご縁っていうか、うんはい、まず妹さんと同じ誕生日らしく自分が そうなんですか実家が多分長崎でうちの父長崎。えそうですかで実は百合さん百合先生とあのまあ年が同じっていうか自分の方がちょっと学年は上なんですけどっていういろんなご縁もあり。 ご縁ですね、うん、これだけいろいろが合ってるね近いっていうのもうんそうですかで,す、ね、でこれからはどんなふうにやっていきたいなと思ってそうですね、うん、もう本当に親式として自分ができることを伝えたいとか、はい、あとは自分に読み解きできるように、はいはい、頑張っていきたいのと、はい、これありますからね そうあもうなくできるようにちょっと頑張りたいなっていう部分とあとはすごい数がありますからね全部のパターンって言ってもなかなか大変ですからあとはそうですねやはり自分のミッション自分のミッションを見つけたいというか生きている意味っていうかなんだろうってそれを なんかここなら探せるのかなっていうのがはいはいあのい生きてるうん生きていきていくこれから先のとか自分が生まれてきた意味とかはいなんかそういうのを見つけられる場所がここなのかなってそうですよかなりライフプロファイルにも出てますからねそうですねはいはいうんどんどん明確になってくるんじゃないですかこれを生かしていったら早いと思いますそうですねはい矢井先生はいかがですか私もですね。 あの人生これからまた新たな人生が歩めるような気がしてしょうがないんですね、うん。先日ももうあのテレビでね言われてましたけど人生110歳時代に入りましたではなくてなりましたなんですって。うん、でそうすると110歳まで生きるとしたらってなんかワクワクしてきちゃったんですね。そうすると 自分の人生今までも、まあ、いくつかに分けるとこの時代この時代この時代って私3つぐらいに分かれるんですね。つつ、うん、つぐらいに分分かれるる、まあ、もう1つ分けると4つでこれから第5ラウンドみたいな感じで第5の人生が自分の中で入っていくだろうなっていうふうに思って これがね、楽しみでしょうがないんですよ。うん、なんか、あの、あれですよね、うん、今後って、一年生きると、半年若返るんですよね。そうなんです、それぐらい早く、うん、はい、動いていく時代になっていくって言ってね。で、百年時代ですよね。百十、はい、年になります。110年年末に言ってました。うん、テレビ行こうと見てたら110、百十、えー。はい、今まで百歳時代って言ってたのが110、百十、うん。そして、えっ、ー、と、百二十歳時代に。 なあ入りましたってなったときにはこれから、うん、でそして百二十歳時代になりましたに変わっていくわけですよね入りましたなりました、うん、そうすると百五十歳時代には加速すると怖い怖くないですか楽しいですよねいはいで、うん、あの公務員って大体六十歳くらいですよね、はい、したら百年時代考えたら、はい、もうその 同じくらいの年代残ってるわけですよ。だからもう老後なんて言えないですよね。六十歳老後ないですよね。ねそうですそうです。<う>ねでも昔とやっぱり比べると確かに皆さん若返ってますよね。ありがたいの。本当私も結婚した時の写真があって母が四十九歳で。 あのでも結婚式の日はちょうどこう50になっちゃうところで、うん、で「新婦の母40代」って言われたいからなんとかよ私が 40, の40代のうちに結婚式あげてよって散々ざ言われたんですねでもいろいろなところで母が50歳になってからの結婚式だった、うん、もうって言ってて言たんですでそれが思うと写真を当時のね写真見るとね、うんうん、えー、これで50歳 いや今の方のはどれだけ50歳若いかこれもうどんどん人がねどんどん変わってきている証拠ですのでねこれからもこのプロファイリングも使いながら若返っていきましょうそうですね楽しくわ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 くということでこれから毎月ですね第3はいはい曜日自分です、はい、西岡ですよろしくお願いします、はい私第4週ではねこの番組にかける思い そしてまたねはいこんな方にも見ていただきたいそしてこれから届けていきたいこともあるのではいでは残りの時間西岡さんどうぞもう本当にあの何ですかね皆さんの方がもしかするとまだプロファイリング読みときとかすごいかもしれないんですけど何かこうこの番組を見てとか聞いて感じるものがあればなっていうふうに思いますので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、はいいいああののホーームページもありますのでご覧いただいてあ自分もパ ライフプロファイリング見ていただきたいなとありましたらもうぜひね番組へでもいいですしはいホームページの方にでもご連絡をいただけたら嬉しいですはいでは、はい、ということで今日終わりなんですけど来週よろしくお願いします<ず>はい来週皆さんまた見てください今日はねご覧いただいてありがとうございますありがとうございますではでは